小父母頭蓋骨の秘密山中の骸骨実験室の前の庭にある霧の若葉がようやく出揃った5月半ばのある朝塚原俊夫君が「P のおじさん」と呼ぶ警視庁の織田刑事は珍しくも私服を着て私たちの 事務室兼実験室を訪ねられました小田さんは東京に近い三角三角圏の田舎の生まれだそうですがその村の小田さんの親戚のうちに一つの事件が発生したので俊夫君にその解決を依頼すべく来られたのです今日からちょうど5日前三角三角圏バツバツ村の付近の山奥で 千年関東の大地震の際山崩れのあったところを2人の農夫が掘り返していると1本の松の木の根元から意外にも123の少年の死体が現れました死んでからよほど日数がたっていると見えて人獲物に包まれた体も学校帽子をそばに置いた頭もほとんど骨ばかりで どこの誰とも分かりませんでした2人の農夫はびっくりして転ぶように走って F 町の警察署に事の次第を求報しましたので警察署からは直ちに3人の警官が取り調べのため現場に駆けつけました掘り出された死体は紺ンガスリンがえも物の筒袖で黒いへこ帯をまとい 頭の部分には手ぬぐいが巻きついていて、それが後ろの方で結んでありました。頭のそばに落ちていた学校帽子の気象は、孫をかたなくバツバツ村の小学校のそれであって、ふところにあるガマ口の中は空っぽであり、下たには草のという焼き印が押されてありました。その村は。 村から F 町へ行く途中にありますが死体の発見されたところは平素め滅多に人が行かぬところだそうですでも噂を聞いた村人は我先にと集まってきてほどなく死んだ少年は村の相当の資産家なる草の房方の長男草の富蔵であると分かりました ことに母親が来て着物も下駄も何もかも富蔵のものだと申しましたので顔はもとよりわかりませんでしたがもはや疑う余地はなくなりました話は大正十二年八月三十日に遡ります死んだ少年草野富蔵は同級尋常六年生の少年津田英吉と おのおの家の金50円ほどずつを持ち出して行方不明になりました2人は学校の教師も持て余したくらいの不良少年でして今までよく家を空けることもありましたがこんなに大金を盗み出したのはまれであるのと2人が F 町の方へ連れ立って行くのを見たというものがあるのと富蔵が 東京行きの汽車に乗るのを見たというものがあったので両家では翌日一日中待っていよいよ帰らぬことがわかるとそれぞれ死者を出して9月1日の朝東京の心当たりの先を訪ねさせることにしたのでありますするとあの大地震です二人の少年を探しに出た人々も少年たちも もろともに焼死したと見えてそのまま帰ってきませんでしたのでみんな東京の土となったものと思い込んでおりましたところが東京へ行ったはずの富蔵がこうして山奥に死んでいるところを見るともう一人の少年永吉も一緒に山崩れの下敷きになったかもしれないこう考えて村の人々は 力を合わせて付近を掘り返しましたが栄吉の死体はどうしても見つかりませんでした富蔵はなぜ一人でこんな山奥へ来たか警官はまず2人の少年が F 町へ連れ立ってゆくのを見たというものを読んでよく訪ねてみますと何しろ1年半以上にもなったところですからその返事は曖昧で。 ことによると2人は別々に家の金を盗んで出たのかもしれないということになりましたそこで警官はさらに考えを進めてガマ口の中が空であるということと首に手ぬぐいが巻かれてあるということからして富蔵は盗っ人のために山奥に連れられて絞め殺されて 50円のの金を奪い取られたのであろうと推定しましした。しかしその盗人が誰であるか元より分かろうはずはありませんけれど何とかして犯人を捕らえたいと思った警官は富蔵の家庭の事情を聞くなり富蔵の母親に向かって恐ろしい嫌疑をかけたのであります。というのは。

ですから警官は富蔵のママ母,母房を警察署へ降印して厳しく尋問しましたその結果どうでしょうママ母,母房は富蔵を殺したことを白状したそうであります織田刑事はこのママ母房のいとこにあたるそうですからママ母に会って話した結果 フサは絶対に富蔵を殺したのではなく義理のために白状したのだと信じて自分で取り調べようかとも思われたのですが職証上面白くないから敏夫君に事件の捜査を依頼に来られたのであります承知いたしました面白そうな事件ですねと敏夫君は 小田さんの話を聞き終わって快く申しました何よりもまずその死体を見なければなりませんこれからすぐに出かけますからどうか案内してくださいまもなく私たち3人は汽車に乗って F 町へ来ました警察署へ入ると小田さんは「敏夫君おふささんに会ってくれるか?」 と申しました。いいえ、まず死体を調べさせてもらいましょうその都合で必要があったらお目にかかりましょうと敏夫君は答えました死体は別室に置かれてありました見るも哀れな黒みがかった骸骨でありまして帽子衣服などの付属品はそのそばに並べてありました 年くんはまず頭蓋骨を取り上げてしばらくいじくり回した後小田さんに向かって富蔵くんの写真があったら借りてきてくださいと言いました小田さんが出て行くとおくんは骸骨のそばに置かれてあった付属品を取り調べにかかりましたいずれも破れかけ腐りかけたものばかりでしたから 年君はいかにも大事そうに取り扱いまず帽子を取り上げて頭蓋骨にかぶせるとちょうどぴったりはまって少し小さいくらいでありましたおく君は何を思ったかにっこり笑って帽子をかぶせたまま頭蓋骨を脇へ置き次に破れかけたかすりのひとえものを検査しました するるとと何かか不審なことでもあるのかしばらく首を傾けて考えておりましたがやがて手帳を出して次に示してあるような図を書きさらに図に示すように「泥のついていないところ」という文字を書き込みましたそれから敏夫君は下駄やガマ口やへこびを綿密に調べましたが 別に変わったところもないと見えて手帳には何も書き込みませんでしたかれこれするうちに小田さんは富蔵の写真を持って帰ってきました見るとそれは手札型のはっきりした半身像で帽子はかぶっていませんでしたがなんとなく狡猾そうな顔をしておりました年君は、 しばらく写真を見つめさらに帽子をかぶせてあった頭蓋骨を取り上げて見比べついで帽子を取ってじっと眺め合わせておりましたがやがて小田さんに向かい「P のおじさん僕ちょっと調べたいことがあるからこの頭蓋骨を1週間ばかり貸してもらうよう交渉してください」と申しました小田さんはすぐ交渉に行ってくれましたが 長いこと帰ってきませんでした兄さん田舎の警察は物分かりが悪いのだねこれじゃあ本当の探偵なんかできやしないよ」と敏夫君は私に向かって憤慨して言いましたやっと2時間も待ってからようやく小田さんが顔を出しとうとう解き伏せて借りることにしたよと申しました 小田さんはさらに言葉を続けて「敏夫君お房さんに会ってくれるか?」と尋ねました「今日は会わなくってもよろしいそれよりも英吉君の家へ行ってお母さんに会ってきましょう」英吉にはきょうだいが5人あってやはりお父さんはなくお母さんは実母でしたが英吉が不良少年になったのも 富蔵のおかげであるとて大変富蔵を恨み大金を持ち出したのも富蔵にそそのかされたのだと腹を立てておりましたそして富蔵がああした横着者になったのも「みんなあのママ母が悪いからだあのママ母は鬼だ」だから富蔵を殺してとうとう天罰を受けるようになったのだ 小田さんがおふささんの親戚だということを知らずに私たちに向かって散々おふささんのことを罵りました敏夫君は黙って聞いておりましたが急に意地悪そうな目つきをして栄吉さんは富蔵さんと一緒に家出したと言うんですかそうですともそそのかされたんですよもしそうだとすると富蔵さんの殺されたことを いさんは見ているはてるずですそんなこと分かるものですかと栄吉の母は答えました「分かってますよ富蔵さんが殺されて栄吉さんがそのそばにいたとすれば殺したのは」と敏夫君が皆まで言わぬうちに先方はその意味を察したと見えて目を向いて驚きました。 この子はずずうよくもそんなこう言ってぷいと奥へ入っていってしまいました実は敏夫君は栄吉の写真を借りるつもりで来たのですが母親を怒らせてしまったのでダメになってしまいました東京へ帰る記者の中で敏夫君は小田さんに言いました「P のおじさん 東京へ帰ったらすぐ新聞記者を呼んで明日の新聞にこう書かしてください「バツバツ村の事件は塚原敏夫君の取り調べの結果ママ母が犯人でないという見込みがつき敏夫君はその見込みを確かめるために頭蓋骨に肉付けすることにした頭蓋骨の肉付けは日本では初めての試みであるが敏夫君のことだから きっと見事にうするだろうその結果殺された少年の顔がわかるはずだがもし富蔵でなかったら事件は意外な方面に発展するかもしれないとこれまで敏夫君は一度も自慢したことがないのに今日に限って自慢するとはどうしたわけでしょうまた殺されたのは 富蔵でなくて、他人なのでしょうか。頭蓋骨の肉付け千葉県××軍の山奥で掘り出された、他殺死体の頭蓋骨に、利尾くんが肉付けをするということが、新聞に行々しく紹介されると、マントの人々は、 非常な興味と期待と思ってその結果を待ち構え中に気の早い人たちは私たちの事務室を訪ねて肉付けの模様を見せてくれとさえ言ってきましたが敏夫君は一切断ったばかりか制作室の中へは私をさえも近づけないで自分一人で仕事を始めましたここで私は頭蓋骨の肉付けということを 一応皆さんにおお話ししておこうと思います。頭蓋骨の肉付けと申しましても人間の肉をつけることではなく頭蓋骨の表面に一定の物質を塗りつけて生きていた時の顔を作り出すことでありますそれには通常彫刻などに使用されるプラスチリンを塗るのが一番便利であると言われております 頭蓋骨を見ただけでは生前どんな顔をした人かは分かりませんが肉付けをしてその人の顔を知った人に見せればすぐ誰それであるということがわかるから便利でありますこの頭蓋骨の肉付けということは決して容易な技ではありませんが従来西洋で肉付けに成功した人はまれではありません今から30年ほど前 ドイツのライプチヒ市の某教会の墓地から音楽家バッハの遺骨が掘り出された時バッハの骨が他の人々の骨と混じり合っていましたので頭蓋骨に肉付けして判定することになり解剖学者のヒス教授がその任に当たりましたが教授は彫刻家のゼフネルを指導して肉付けをさせましたところバッハ生前の肖像に酷似した像が出来上がったのであります。 あまりによく似ているので、人々は「ゼフネルが多分ひそかにバッハの肖像画を見てそれを参考にして作ったのだろうと噂したくらいです」。もちろん写真や肖像画があれば時として頭蓋骨などなくても立派に所蔵を作ることができますけれど肖像画や写真がなくとも頭蓋骨さえあれば 立派に生前通りのの顔を作るることができるのであります現に千年ニューヨークである男の他殺死体が地中より掘り出された時何の誰ともわからなかったのでウィリアムズという警官の探偵が頭蓋骨の肉付けに成功してその男の身元がわかりついに犯人をも探し出すことができたのであります。 さて敏夫君はかねてこれらのことを書物で読んでおりまして自分でも実際の事件にあたって頭蓋骨の肉づけをしてみたいと思っていたところですから敏夫君は非常に喜び大いに勇んで仕事に取りかかりました写真を見てその写真どおりの顔を作ることはこれまでたびたび練習していましたが 頭蓋骨の肉付けをするのは今回が初めてでしかも敏夫君の肉付けが事件の解決に重大な関係を持っているのですから敏夫君は大いに自重しなければなりません敏夫君の持ち帰った頭蓋骨は果たして草の富蔵でありましょうか私は敏夫君の探偵ぶりを見た時 君は富蔵の頭蓋骨でないと思っているなと推察しましたもし富蔵の頭蓋骨でないとすれば犯人嫌疑者として捕らえられた富蔵のママ母は直ちに放免されますがすると殺されたのは誰でしょうか富蔵と一緒に行方不明になった津田栄吉でしょうかしかし。か 死体の着物や帽子や下駄はみんな富蔵のものですからもし殺されたのが津田英吉であるとすると一体それは何を意味するのでしょうかいずれにしても待たれるものは敏夫君の肉付けの結果です幸いに敏夫君は富蔵の写真を手に入れておりますから肉付けの結果 富蔵であるか敏夫君は田舎から帰った翌日から寝室の隣に設けられてある制作室で何人をも近づけずに終日仕事をいたしました石膏やプラスチリンはかねてたくさん買い入れてありましたから仕事には何の不自由もなく食事の時などは手にべったり白いものをつけたなり出てきて食事が済むなり すぐ製作室へ入って行きました。私はただ一人事務室に残されかなりに退屈を感じましたがうっかり制作室へ入ってはどんなに怒られるか知れないのでじっと辛抱しておりました P のおじさんすなわち警視庁の小田刑事も待ちかねられたと見えて度々電話で肉付けの模様を尋ねてこられましたけれど私はただ もう少しお待ちください」と返事するよりほかありませんでしたおく君が制作室へこもってから2日目の夜のことですおく君は昼間の疲労でぐっすり寝入りましたが私は一日中なすこともなく暮らしましたため熟睡することができませんでしたでも12時少し過ぎにやっと寝ついて うとうとしたかと思うとふと私は制作室の中で小鳥という音がしたのに目を覚ましましたしばらく耳を澄ましておりますとどうもネズミではないようですからむくりと起き上がって忍び足で制作室のドアの方へ近寄って行きますとやがて制作室の中の音はやんでその代わりに 地面を走って行くようなどさどさという足音が聞こえました。私ははっと思って年尾君を揺り起こしました。年尾君、起きたまえ。制作室へ誰か入ったようだ。年尾君はガバと起き上がり、すぐさま鍵を持ってきて制作室の扉を開け、入り口に備えてあるスイッチをひねると、制作室はパッと明るくなりましたが。 中はきれいに片付いていて、どこにも頭蓋骨らしいものは置いてありませんでした。が、隅の方のガラス窓が一枚切り破られておるのを見て、私はびっくりしました。とそのとき、敏夫君は、いや、取られてしまったと叫びました。何を、頭蓋骨 そりゃ大変だ。こう言って私が敏夫君の顔を見ますと敏夫君は一向残念狩りもせずやがて切られた窓の所へ駆け寄って懐中電灯で地面を照らしましたが別に足跡などはありませんでしたしばらくの間敏夫君は方々を検査しておりましたがとうとうやってきたなえ たししはびっくりしました来るなら今夜あたりだと思った誰がと私はますます面食らいました泥棒がさこう言って敏夫君はにやりと笑って床に装置してある秘密の箱を開いて中から問題の頭蓋骨を取り出しました何だ 取られやせぬじゃないか。と、私は、胸をなでおろしました。いや、取られたよ。しかし、取られたのはこの替え玉だ。僕は、この頭蓋骨の型を取って、石膏で同じものを作り、それをこの机の上に出しておいたのだ。泥棒は、それを本当の頭蓋骨だと思って取っていったんだよ。石膏と本物とを間違えるくらいの泥棒だから、 兄さんにも大抵見当がつくだろうしかし私には少しも見当がつきませんでしたその泥棒は一体何のために頭蓋骨を盗みに来たのかしかも敏夫君はこれを予知していたようにも見えるもう他に盗まれたものはないかしばらくして私は尋ねました頭蓋骨が目当てなんだから 他のものもは取ってゆかぬよ。君はそれを知っていたのかそうだ実は泥棒を呼び寄せたんだえどうしてどうしてって兄さん分かってるはずじゃないか新聞にあのように大げさに書いてもらったのはこの泥棒を呼び寄せるつもりだったよ何のために呼び寄せたのだいとしおくんは。 ずるそうに笑って。実は泥棒が来るか来ぬかを試しただけだこの泥棒は果たして何者でしょうかデパートの前。読者諸君は定めし敏夫君の肉付けの結果を 早くく知りたく思われましょう。ことに私は同じ家に住まいながら敏夫君の制作室へ入って行くことができぬのですから随分じれったく思いましたちょうど制作室へ泥棒が入って偽物と知らず頭蓋骨を盗み出していった翌々日の午前敏夫君は用ができたからと言って私に留守番をさせ一人で外出しましたが およ兄さんいいものを見せようこう言って取り出したのは4つの入れ目と1箱の短く切った頭髪でした何にするんだいこれで目と頭の毛をこしらえるんだ入れ目は銀座で買い頭の毛は角の床屋でもらったすると 生きた通りののかにするのかそうだよく呉服屋のショーウィンドウに並べてあるろうイクの人形のようにするんだしかしいれめは4つもいらぬだろうとしおくんは狡猾な笑いを浮かべて言いましたこのうちからよく合うのを選ぶんだよでいつ出来上がるんだい今日の4時ごろ え、本当かそうともだから兄さん P のおじさんに4時にここへ来てくださるよう電話をかけてくれ P のおじさんすなわち織田刑事は3時半に訪ねてこられました敏夫君の制作の終わるのを待つ間織田さんと私とは今回の事件について語り合いました私が や盗賊が入ったこと敏夫君がそれを予期していたことなどを告げると小田さんは驚かれましたどうでしょう僕はあの頭蓋骨が草の富蔵のではあるまいと思いますがと私は尋ねました僕もそう思っているのですいやそう希望している と小田さんはいとこにあたる富蔵のママ母の心中を思って目を潤して答えられましたとその時制作室のドアが開いて敏夫君が呼びました「兄さんいよいよ出来上がったから P のおじさんと一緒にこちらへ来てくれ」私たちは胸を躍らせながら制作室へ入ってゆきました つくえのうえのにはいっこのおとこのこのくびがおかれてありましたわたしたちはおもわずちかよりましたちかよってわたしははっとたちすくみましたいや富蔵だとみぞうだとおださんはさけびましたいかにもそれはしゃしんでみた富蔵の顔とみぞうのかおとすんぶんもたがわぬものでした。 首はあたたかかかも生きているかのようでしたから、私は顔を背けました小田さんの驚きは私よりもはるかに大きいようでしたそれもそのはず死骸が富蔵であれば富蔵を殺したと白状したママ母のおふささんはもはや救う余地がありません小田さんは しばらくぼうぜんとして立っておられましたその心中を察したのでしょう敏夫君は小田さんを制作室から引っ張り出して耳に口を寄せて長い間何やらささやきましたすると小田さんは初めてにっこりしてさもさも安心したというような顔になりました「P のおじさんこの首はあしたから」 神田不二家のデパートのショーウィンドウに出して一般に見せることにしてくださいそしてそのことを新聞に書かせてくださいそれから明日は富蔵と英吉のお母さんを二人とも警視庁へ呼んできておいてくださいこう言ってから敏夫君は私たちを退かせ間もなく首が二つも入るほどの大きな木箱を持ってきて小田さんに渡すと小田さんは「 勇ましい包丁で刺りました。あくるい朝の新聞には、年尾君が日本で初めて肉漬けに成功したこと、肉漬けの結果死体がトミゾであること、および肉漬けの首が午前9時から富士屋デパートに陳列されることなどが報ぜられてありました。私たちも9時までに富士屋デパートへ行くべく準備しました。 兄さん、今日は一働きしてもらうよ。なんだい？この間の夜、ここへ来た泥棒を捕まえるのさ。え、泥棒？どこにいる？今日、富士屋デパートへ来るはずだよ。私はびっくりしていろいろ尋ねましたが、意地の悪い年老君はそれ以上話しませんでした。 私たちが富士屋デパートへ行くと店の中も前も群衆でいっぱいでした店の中へ入ると私服の小田さんが出てきて特別の部屋へ導いてくれましたすなわちその部屋のカーテンの陰に立つと群衆の顔がよく見える仕掛けになっているのでした「敏夫君富蔵と英吉の2人の母は」 さっき警視庁へ連れてきたよと小田さんは言いましたそれはありがとうそこへ小田さんの配下の私服刑事が2人入ってきて小田さんと打ち合わせをして出て行きましたやがて9時になったので不二家の店員の手でショーウィンドウに富蔵の首が据えつけられました人々は そのそばに置かれた富蔵の写真と見比べて狂坦の声を発しました私たちはカーテンの影から群衆の顔を眺めました私は泥棒がどんな顔をしているか早く見たくてなりませんでしたが敏夫君は一向教えてくれませんちょうど時計が10時半になった時敏夫君は「いや 来たと言って隅の方を刺しました。そこにはんがすりを着て鳥打ち棒をかぶった十二三の小僧が一生懸命肉付けの首を見つめていましたが私はその顔を見てぎょっとしました。というのはその顔が中の肉付けの首と 寸分もたがわなかったからです。それという小田さんのげちとともに私たちが店の先に駆け出すとすでに小僧はさっきの2人の刑事によって捕らえられておりましたその小僧を2人の刑事に任せて小田さんと私たち2人は一足先に警視庁へ来ました。 母親2人は一室に待っておりましたが栄吉の母は敏夫君の姿を見るなり面を膨らませました富蔵の母すなわちお房さんには私たちは初めて対面しました私は一目見てこんな優しい人にどうして人殺しができようと思いました母親2人とも 富ミゾの首が不二家のデパートで一般の観覧に強せられていることは知りませんでした P のおじさんあれを持ってきてくださいと敏夫君は小田さんに申しましたやがて小田刑事は例の木箱を持ってきました敏夫君は母親2人を呼び寄せて言いました山の中から掘り出されたシャレ神戸に 肉をつけたのです。富蔵君は違うようですから、誰の顔か判断してください。こう言って木箱の蓋を開け、中から一つの首を取り出しました。きちと叫んで、き吉の母親は思わずその首を抱き上げました。山の中で死んでいたのは、 君ですと敏夫君が厳かに言いますと栄吉の母はわっと声を上げてその場に泣き伏しました富蔵の母おふささんはぼんやりしてその場に立ちすくみましたとそこへドヤドヤ足音がしてさっきの2人の刑事が不二家の前で逮捕した小僧を連れて 入ってきました。あ、とみちゃんお前生きてたのか?」こう叫んでおふささんが駆け寄ろうとしますと2人の刑事はそれを遮りました富蔵はさすがに恥ずかしいと見えて首を垂れ目をつむっておりました富蔵の白状したところによりますと 富蔵と栄吉とは大正十二年八月三十日におのおのうちの金を五十円ずつ持って東京さして出かけましたが腹の悪い富蔵は栄吉の五十円を奪う目的で還元を持ってめったに人の行かぬ山奥へ栄吉を誘い込み大胆にも栄吉を考察して金を奪い 顔の皮膚を傷つけて誰だかわからぬようにし自分の服装と栄吉のとを交換し自分が殺されたように見せかけて東京へ来たのでありますそれから彼は2日後の大震災も無事で過ごしましたがそのあと悪い仲間に誘われて本物の泥棒になってしまったのですところが先日 山奥から死骸が掘り出され敏夫君が肉付けをするということが新聞に出たので自分の罪がバレると大変だと思って頭蓋骨を盗みに来たのですが敏夫君にだまされて偽物をつかんだので少なからず心配しておりますと今日の新聞に肉付けの結果が富蔵だと出たので大いに安心して見に来たところを つい捕らえられてしまったのです富蔵が逮捕された翌日織田刑事は敏夫君に礼に来られました「初めて僕が頭蓋骨に帽子をかぶせた時帽子が小さすぎるのに不信を抱いたのです」と敏夫君は語りました「肉が腐り落ちて骨ばかりになれば帽子がすこすこになるのが当たり前です」 それから死骸と着物を見ると泥のついていない部分が左側にあるので着物が左前に着せてあったことが分かります着物を左前に着ているということは子供の手で着せたと考えてしかるべきですからこれは富蔵が栄吉を殺して自分が殺されたように見せかけたに違いないと僕は思ったのですそこで富蔵がもし生きていれば どうせ悪い仲間に入っているに違いないからおびき出せるだろうと思って新聞に大げさに書いてもらったところ果たして頭蓋骨を盗みに来ました富蔵が生きていると分かった以上どうしても捉えねばならんと思ったので僕は富蔵の写真を見てあの首を作ったのですそれから本物の頭蓋骨に肉をつけてみると 富蔵とは違った顔でしたが栄吉かどうかは僕にもわからんので栄吉の母に来てもらったのですかくてこの難事件は敏夫君によって解決され富蔵のママ母お房さんはもちろん放免されましたそうして不二家デパートにはさらに栄吉の首が陳列されて 一般の観覧に強せられることになりました。